こんばんは、ズヤです。2月15日にゴルフを始めましたという動画をアップしたんですよ。まあ、宇都宮に引っ越してきまして、まあ結構ね、いろんなこうゴルフ場もありますから、ゴルフやるかと思って始めたわけですけれども、その最初に行った時、そのなんか初心者レッスンみたいなものがあって、行った時に僕左で打っていたんですよね。で、それについて皆さんからね、多くのコメントをいただきました。 例えば、スパイシーさん。絶対に右打ちがいいです。道具の沼にはまらなくていいかもとおっしゃっていましたが、ゴルフを本格的にしようと思った際には、選べる道具の選択肢が少ないことを悔やむと思います。それから、練習する際に、左打席が少なくて場所を選べないし、右打ちの人と向かい合わせになって気まずい感じになります。そう、こういうのありますよね。さらに、猫将軍さん。左はやめた方がいいです。私も野球は左打ちですけど、ゴルフは右打ちでやっています。 最初は違和感すごいですけど慣れたら気になりませんよそもそもカメラをはじめ様々な沼にはまり続けている和也さんがゴルフの場にはまらないわけないです積極的に経済回していきましょうとこれはね本当に悩んでいましてその前回のその動画を撮った後にゴルフショップなんかにも行ったんですよね全然やっぱ左打ちって 売ってないんですよ。最初なんてもう何もかもわからないわけですから、中古のクラブでいいってよくアドバイス受けるんですよね。ただその中古のクラブが全然ないっていう、そういう現状を目の当たりにしまして、右で打とうという決心を固めましたよ。左で最初に打った時の動画を皆さんに見ていただいてですね、初めてにしては綺麗だとお褒めの言葉もいただいたんですよ。これはもうね、あの、野球やっていてよかったなと思いましたね。まあその当時、こう素振りとかしてね、 やっぱりこう振れば振るほどいいじゃないですかだけど右っていうのはそういう経験値がないのでゼロからのスタートで大丈夫かなっていうのがありました右だったらこうまともにねこうスムーズに振れないですもんねそんな右打席で初めて打った時の映像がありますのでちょっとご覧ください これでですよひどいもんでしょうやっぱこう最初当たらないんですよね。野球と違って動くボールを打つわけではないわけですよ。だって止まっているね、ピタッとこう動かないボールを打つのにこんなに当たらないってさ、いや奥が深いわ。でもまあ後半になってくると、まあちょっとずつ当たり出してですね、あこれならいけるかなと思いましたよ。 で右でやっていく決心を固めたので、もう道具もね、買ったんですよね。というか、後ろに映ってますよね。宇都宮っていうのはゴルフ屋さん多いんですよ。まあ、ですから、その店員さんに、まあ初心者なんですけどというのを告げて、一緒に選んでいただきました。まあ当然、こんなね、ゴルフバッグを買うのも初めてですけれども、いやー、なんか始めちゃったなーっていうね。で、まずこれ、ドライバーですね。ドライバーはテイラーメイドという、これ、メーカーのものになりますけれども、この、 なんていうかカバーもセットにあのなってついていたもので、まあ、中古でねこれ10年落ちぐらいになるのかなのもので10年落ちぐらいなんですけどまあ練習用にはねもう十分じゃないかなとお値段的にも、えー、7000円ぐらいかな出た当時は結構高いっていう話をしていましたねで次はアイアンなんですけどアイアンはセットで56本かなのセットで買いまして、まあ、これ7番アイアンですけど これもテイラーメイドの M6 というものをセットで買いました。あと何ですかねこれ。ウェッジこの50、56って書いてある。これもテイラーメイドです。まあ、最初よくわかんないんで、メーカーもね、特に意識してないんですけど、もうほとんどなんかテイラーメイドでしたね。で、このパターンに関しては、これだけ違うのかなこれはキャロウェイっていうあのメーカーの、そのオデッセイっていうね、あのパターンになりまして、 この形良くないですか猫みたいで。それが決め手になって買いましたし、これあの、こっち側にですね、あの、ちょっとこうね、あの、猫型になっていますから、こう、ボールを引っ掛けて取れるっていう代物です。そんな感じで全部中古で揃えまして、全部で9本ですね、買いました。で、あとゴルフバッグ、まあ、これの、あの、クラブに関しては全部中古で買ったんですけど、ゴルフバッグに関しては、これ新品で買ったんですよ。まあ、なんかこう、見た目的に、あの、これだなって思ったんですよね。 ポコちゃんカラーだしさ、ゴルフバッグってさ、ゴルキャディーバッグかキャディーバッグって、こう、主張強いやつ結構あるじゃないですか。キャロウェイってこう、デカデカと書いてあるやつとか、そういうのあんまり好きじゃないので、こうなるべくシンプルな、このプーマの、なんかスタイリッシュですね。これにしたと。で、結局、あの、合計して、まあこれ中古でね、あの、まあバッグだけこう、新品で揃えて、いくらかかったのかっていうと、まあ結局10万円かかりましたね。何が高いのかっていうと、 あの、アイアンだけなんですよ。そのアイアンのセットだけが、なんか5、6万ぐらいして、他はもうだから1万円未満とか前後ぐらいで買ったんですけど、だそこだけですよね。そう、それがなんかもっと安いやつを最初勧められたんですけど、まあ長くやっていくって考えるなら、多少ね、ちょっといいものも持ってた方が、あのね、縛りになるかなと思いまして、いや、これがダメなんですよね。これが沼の入り口なんですよ。で、こうやって、あの、クラブというか道具も揃えましたので、また打ちっぱなしにね、行ってきましたんで、ちょっと上達したかな。 少しずつは、まあこうね、まあまだぎこちなさ残ってるんですけども、少しずつ打てるようになってきたのかなっていうのはあるし、今が最高に楽しい。今後もっと練習して、えー、研究もしてですね、えー、自分のもっと綺麗なフォームをね、追求していきたいなというふうに思っております。いやー、ゴルフってのは本当にいいもんですね。また沼入っちゃいましたよ。というところで今日は以上です。最後に可愛いポコちゃんをご覧ください。なんかこれ、PS5 みたいですねって言われたんですけど、確かにな。 寝てる。おあら、らかわいい子だな。パパちゃん。パパちゃん。アンモニアイトかな。いや、かわいいね。すごい寝てる。 Sí, <laughs>